緩衝材をリサイクルしてエコポリ袋を作りましょう。緩衝材の口の部分をハサミで切っていきます。空気封入型の緩衝材は丈夫な素材でできているので、そのまま捨ててしまうのはもったいないです。切り取って済んだらミシン目でちぎっていきます。子供たちに頼むととても喜んでやってくれます。最後の一つは二つ折りにして穴を開けます。ここが取り出し口になるので、マジックで印をしておきましょう。ポリ袋を半分に折って、取り出し口の方が輪になるように押し込みます。端を折り曲げてセロテープで留めます。こうすれば1枚ずつ取り出すことができます。ティッシュやマスク、生ゴミなどはこれに入れて捨てると衛生的です。個包装にも使えます。紙テープとセロテープを使ってこんな風に用意をしておきます。セロテープとセロテープの間に切り込みを入れておけば1枚ずつ剥がせます。ポリ袋に個包装したいものを入れて先ほどのテープで貼ります。個包装したものを開けるときは、紙の部分を持って引っ張ると、簡単にテープを剥がすことができます。